皆さんこんにちは、ウェルネス英語のアリサです。今日はもうイライラしているとか怒っているっていう時にですね、するといい瞑想を皆さんと一緒にやっていきます。私たちの感情エモーションはですね、エネルギーインモーション、動くエネルギーです。私たち怒りの感情は悪いとかね、この感情はダメだっていうのは決めつけがちなんですけど、それはただただ私たちの思考がそうやって言ってるだけで、全然良くも悪くもなく、ただのエネルギーです。そして面白い研究があって、それは90秒で体の中を過ぎ去っていくんです。なんだけど怒り90秒で収まらないっていう人、はい、手を挙げてください。私もです。なんでかっていうと、このずっとそこにくっついてる思考がですね、どん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 いろんな話作ってきます。だからそこからまた感情が出てですね、もうどん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 本当はそのままにそこのね思考にと切り離すことができたら90秒で収まっていくんだけれども、そのね思考が切り離すことがなかなか難しくて、どんどんいろんなストーリーを作っていくので、なんかその感情がねずっとなんかここにある、ふつふつとあるというね人が多い、私も含めですね多いと思います。ですので今日はその瞑想をしながらですね、ちょっとクーリング、まるで海の中にドボンと入ったようにですね、体全体をですねもうクールダウンさせていくような瞑想を一緒にやっていきたいと思います。では楽な場所を見つけていきます。そして座れる人は座っていく、仰向けになる人は仰向けになっていく、もし立ったままの人は足の裏をどっしりと地面につけていきます。座っている人あぐらじゃなくて大丈夫です。自分の楽な姿勢を見つけていってください。じゃあ準備ができたらゆっくりと目を閉じていきます。目閉じるのが不安な人、目閉じたくない人、大丈夫です。ぼんやりと目を開けて一点を見つめていく。開けたままにしていると、そのうちまぶたが重く感じてくると思います。そしたら目を閉じる。何も強制する必要はありません。こうじゃなきゃいけないという思いは手放していく。じゃあ一回鼻から大きく息を吸って、口から全部吐いて、一回一回の吐く息でお尻が今触れている部分に体を沈めていきます。一回肩の力も抜いて、頭の力も抜いて、全部を沈めていく。じゃあ次の吸い息で、今度は座っている人はお尻から背骨を通って頭のてっぺんまで伸びていく力を感じながら息を吸います。立っている人は足元から、寝ている人は左の足から頭のてっぺんまで登っていく。吐く息で顔の前通って、今度は下の方に戻っていく力。次の吸い息で地面から背骨通って頭のてっぺんまで登っていく力強く安定した力。吐く息で顔の前を通って下に沈んでいくソフトな優しい力。あと2回この呼吸のサイクル意識しながら呼吸していきます。楽な呼吸に戻していきます。一回一回の吐く息で心と体がどんどんリラックスして安定して穏やかになっていく。今呼吸を一番感じる場所に意識を持っていきます。
鼻の先一歩に感じる空気、胸の動き、お腹の動き、鼻の先っぽから空気が入って、吐く息で体の外に出ていく。じゃあ今日は吐く息に数をつけていきます。吐く息を最初から最後まで追っていく。1、2、体に入ってくる空気は自然に任せてください。で、吐く息が来たら、吐く息を最初から最後まで見送るようにゆっくりとフォローしていく。もし途中で数が分からなくなったら、また1から始めていきます。そしてもし10まで数えたら、また1から数え直します。吐く息に意識を持ってくるのを止めて、マインドを自由に、呼吸を自由にしていきます。今あなたがイライラしている対象に期待していることは何ですか？じゃあ鼻からゆっくり息を吸って、全部吐いて、少しずつ意識を自分の体に戻していきます。今お尻が地面に触れている感覚、手が体に触れる感覚、周りで聞こえてくる音、まぶたから入ってくる光、少しずつ口角を耳の方に近づけて、準備ができた人から目を開けていきます。
瞑想を一緒にやってくださってありがとうございます。今心どんな状態でしょうか。もしコメントにね一言、何かあれば書いていただけたら嬉しいです。私たちって怒りイライラする時ってその対象物ものだったりその環境だったりに何か期待をしている時があるかもしれません。そしてこうじゃないといけないというね自分の思いがこうすべきというね自分の思いを相手に押し付けている場合があります。まずそれは悪くないのでそれに気づくこと、そしてその思考にあまりアタッチしない、それを手放すこと、それはもう練習でこの瞑想でね思考とちょっと距離を置くっていうのがねすごく上手になっていきますのでぜひ続けてみてくださったら嬉しいです。動画良かったらいいねボタン、そしてチャンネル登録も励みになります。今日も一緒に自分の時間作ってくれてありがとうございました。じゃあ次回の動画までバイバイ。